ここの準備は？はい、任せてください。 OK、 じゃあ行きましょう。ファーストチャレンジ、銀南さんからの第一問です、うん、はい、わざと人に逆らった言動をする人やひねくれ者のことを天のほにゃほにゃと言います。さて、このほにゃほにゃに入る言葉は何でしょうか。めちゃくちゃ簡単や。来ましたね。来たね。1問目。1問目来た、ね、もうだったろ。ええわざと人に逆らった。天のほにゃららやで、はい、ひねくれ者のことを天のほにゃ。よくある言葉ですよ、ね、よくある言葉です。よくあるよ。よくよく、はい、はい、天の弱。はい、正解。もうよかった。ドキドキしますね。一問目から。もうちょっと冷めたいから、答えますとか言うのどうぞとか言いたい。わかりました。急に天弱って言われるとね。はい。あれなんで、お願いします。さって、もうでも分かってたからね。まあ一問目。大丈夫、大丈夫。いけるいける。さあ、それでは、ファーストチャレンジの2問目ですね。こちら。あ、これも芝龍ですか。芝龍からの第2問。みんなが使うコンビニエンスストア、うん、ポンさんもよく行かれるようです、はい、さて、このコンビニエンスとは日本語でどういう意味でしょうか、うん、皆さんよく使います、うん、コンビニ行ってくる、コンビニ行ってくる、コンビニエンスストア。このコンビニエンスというのは日本語で言うとどういう意味でしょうか。だいぶわかってる。いや、ちょっとわかんないですけど、兵頭さんわかるんですか。俺は今もうちょっと答え見たから。ああ、カンニングですね。いや、俺別に参加してないから。すごいな。参加してくださいよ。いや、じゃ、参加してんねんけど、クイズの方で参加してないの。あ、そうか。俺黙りこぶったことある？そうですね、呼んでるんで見れてますね。ヒントいくで。はい。コンビニあったらどうですか？はい、その気持ちを答えてください。コンビニがあったらどうですか？これがヒントです。わかりました。はい、それでは行きましょう。答え、どうぞ。何でも買えるストア。すいません、何をおっしゃってるんですか。ねえ、何でも買えるストア。ねえ、はい、行くかお前。うんとね攻撃するで。何でも買えるストア、違うかな。コンビニエンス。ね、という言葉です。という言葉の意味や。はい。で、コンビニあったらどうですか。はあ、何でも買える。いや、何でも買えるじゃなくて。何でも買えるということはどういうことですか。短い言葉で言うと。うん、嬉しい。あ、なるほどね、そっちね。あー、切ってほしいな。あ、コンビニあるわ。買えるわ。これは、ほにゃららやな。手軽だな。あー、これは出てけえへんな。はい、便利。あー。好都合とも言うらしいわ。まあ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 、ね、便利、好都合、うん、何て言いました答え。え、答えは何て言いました。気が、え、何もわからん。わからんよね。何でも買える店かなんか言うじゃん、ね、ストアって言ったね。便利、まあ便利です、ね、好都合、うん、そういうような意味がコンビニエンスというのにはあるそうなんです。はい、これでも結構知らずに、知らん、コンビニ、コンビニ言ってると思います、うん、私もへえと思いました。思ったね、うんうん。さあ、まずファーストチャレンジはダメということでございますが、はい、じゃあ続いてセカンドチャレンジいきますか。はい。いいかな、どうするんですか。いや、もう終わってもええねんけど。いや、いきますよ。そんな絡みなんや。いきますとか言ってくれんのかな。いきます。はい、いきましょうよ、いきましょうよ。さあ、本日セカンドチャレンジでございます。ドスコイからいただいた第一問。トランプ、ポンさんはやったことがありますか。はい。トランプの絵札はキング、クイーンと、もう一つは、ん？何でしょう？何でしょうか。キング、クイーン、もう一つです。いや、自称マジシャンですよ。ちょっと待って、落ち着いてくださいね。お前や。この音あかんわ、ちょっと。トランプの絵札です。キングとクイーン。いや、抜きを垂れ耳から。あと一つは何でしょう、はい、絵札でしょ。絵札です。絵札3枚あるやん。もう絵札です。キングは、キングは 何番やねんな。13番。クイーンは12番。11はそこです、うん、答えはそれです、うん、あんま使われへんやつですね。使うわ。そんな選んで使わないってことはないんですけど。うわ、8番にしよう。11絵はなれへんやろ。出てこんくなった。どうする、どうする。上の空もあるよ、ここで使ったら。
ここですか、上野殿がもう、無理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 って言って、もう沈み込んだ。え、13は K ですよね。K。K。キング。はい。で、クイーンは Q。そして ?11 は J。お、うん、お、もう来た、ね。出てきた。え、来たね。J です。これ全部 K でキング、Q でクイーン、J で、うん、J ですよ。今表でやってるやつ言ってみ、J から始まる。J、ジェームス。ジェームス。おう。ジェームス。え、J、何やったっけ、ジェームス、カモン。何言ってんの、お前。怖い。怖いわ。マジックで使うでしょ、はい、でも多分聞いたらあーってなるんですよね。J ではないですよ、発音は。その一文字だけお願いします。使いますか、まず使いませんか、お答えください。もう使う。じゃいいですか。いや、でもまだ2問目の1問目。そうです。自分で答えなかった方が。考える。じゃあヒントいくで。はい。はい、もうほとんどヒントの答えやね。もう、じゃあでございます。J じゃない、じゃあ。その後に続く。く、うん、ああ、はい。はい、どうぞ。ジャック。はい。僕は言うているみたいなもんですよ。本当ですね。あんま使わなかったっすね。何と。トランプマジックの時に、ジャックって言葉。あんま言わへんけどな。はい。クイーン、まあ、キングはよう言いますけど。キングとクイーンが割と使いやすいっちゃ使いやすいかな。うん、ね、はい、ジェームスって言ってましたけど、ね。ジェームスですよ。ジャック。ジェームスと言うとおりましたが、まあ1問目正解ということで、はい、いきましょう。こちら、匿名希望、夏のへそ天さんからいただいた第2問。匿名希望で名前あるんですね。うん、そんなツッコミいらんねん。クイズ集中してくれ。集中します。よろしいですか？問題です。次のことわざのほにゃほにゃに入る言葉は何でしょう？ほにゃほにゃは寝て待って。はい。いい問題。これもいい問題。ほにゃほにゃは寝て待って。はい。もう。うわぁ。そんなん何を寝てますね。聞いたことない？はい。何やもう今、寝て待つもん。宅配。宅配は寝て待て。いや、起きといて。声がさがさで、すいません、玄関置いといてもらっていいですか。すいません、ありがとうございます、ご苦労様です。いや、そんなんやんねん。ちゃうねん。宅配は寝て待ったか。まあ、寝ててもええけどやな。寝ててもいいやつってことですよね。うん。というか、そういうもんじゃないねんな。寝ててもいいやつでもないんですけど、うん、まあまあ、はい。これ、ヒント出しづらいねんな。まあ、発音でいくわ。はい。はんはんは、寝て待て。ほぼ答えですよ、今の。ほぼ答え。知ってる方で。はい、答え、いきますね。答え、どうぞ。母は、寝て待て。どういう状態なの？おかんくんの寝て待つって。なあ。なんか、将来に悩んだ時に、うん、お母さん待ってたら、心配して来てくれるんかなっていう、母は寝て待て。自分から行かずに、助けてくれっていう。ちゃいました。ちゃいます。家宝は寝て待て。家宝は寝て待て。聞いたことは？家の宝。あ、違います。家じゃない、家じゃない。その家宝じゃない。あの、果実の皮に報告の方かな。え、知らせです。知らせ。はいはいはい。あの、家の家宝を寝て待っててね。もうあるしね。家に。あの、寝てる家であるからもう。はい、さあ、それではサードチャレンジでございます。まず、上のそのはまだ残っております。はい。5問目には上野殿を使いませんので、よろしくお願いいたします。頼む。さあ、こっからどうなるんでしょうか。まずはこちら、ルーツの旦那の第1問。英語の問題です。警察官はポリスオフィサー。研究者はリサーチャー。では、お笑い芸人は？これはわかるでしょう。この振りから来るともっと高度なっていうか難しいのが来るかと思いきや、そう見せておいて面白いことするして非常にあの1問目にはカタカナというか、カタカナ表記の時とかそうなんか書くやん。カタカナ表記ですか？なんで表記カタカナ表記表記表記違うの。ちょっと落ち着いてくる。いや、お前や落ち着いてあの違うカタカナでね、芸人さんのこと芸人って書けへんやんか。はい、なんか違う言い方するやんか。いやー、なんて言ってたよ。外国で芸人さんのことはなんて呼ばれてるかですよね、うん、そういう芸をする。あー、わかりました。あー、もう頼むで。さあ、はい、それではいきましょう。答えどうぞ。コメディアン。はい、正解。あー、よかった。危な、
さあこっからちょっと厳しなっていくよもう、はい、頼むよ、はい、ほぼノーヒントできますか次からは。はい頑張ります。頼むね、はい、さあそれではサードチャレンジの第2問ですね。こちらですね、ちり紙てティッシュさんからいただきましたどうぞ。日本の国はいくつの県で成り立っていますか。一道、一都、二府。さて、あと何県でしょうか。なんてなんて、一道、一都、二府。はい。え、ちょっともう一回、一道の方。一道、日本の国はいくつの県で、何々県、何々県と呼ばれる何々県で成り立っていますか。一道、一都、二府。さて、あと残ってるのは何県でしょうか。一度、一度、二度、計算ですね、もうこうなると計算です。計算です。わかりました。はい、自信はあります。 OK でございます。ほんまやな、ほんまやな。はい、引き算ですよね、はい、はい、引き算してね。そう、足してどうすんの。足したら増えますからね。さあ、行きましょう、どうぞ。40、今、手でね。さあ、正解。ほんま今、手をこうやって折ってね。こんな折ることあるなあ。い、一度一度二度しかないのに、はい、再確認ですよ。しのりの子、さあ、しのりのしのりの子だもんね、はい、レンジ書もろてはるわ、ほんまによかったよかった。さあ、セカンドチャレンジが成功です。はい、第2問ね。さあ、あ、第2問ね、はい、じゃあ続いて第3問いきますか。もうここからほぼノーヒント、上のそのまま残っております、はい、行きましょう、こちらでございます。第3問お願いいたします。銀なんかもらいました。銀なんさんですね、うん、国連の機関である世界保健機構の略称は何でしょうか。これね、ヒント、アルファベット3文字です。あ、わかりました。ほんま。ちょっと待って、なんか遠くからえっていうプロデューサーの声で、はい、もうわかったみたいですよ。わかった。あの、うん、頭文字まず言うて1個 W。 はい、さあ行きましょう、どうぞ。 WHO。 はい、正解。おお、来てるんちゃう。もう上野さんの分かってるから、こっち発席取って、ほんまや、ほんで分かりました、言った瞬間ほんまや。上野さんの使いの次は最後でございます。別に無理に使わなくてもいいですよ。そうそうです、分かってたら、ただ一応ないで、安牌は安牌で、行くならいい。あと2問、あと2問。うわ、来た来た来た。さあ行きましょうか、参りましょう。サードチャレンジの第4問でございますね。さあこちら、カズタカからの第4問。県名と県庁所在地名が異なる県があります。さて、茨城県の県庁所在地はどこでしょう。はい、何々市とお答えください。県名と県庁所在地が異なる、両方見てんのおもろいね。ということでございます。ということは、茨城県の県庁所在地はどこになるでしょう。どうしますか、答えますか、使いますか。使います。使います。さあ来た。さあ上野ソロンが今こちらの方に重たい足取りで行ってきております。さあサードチャレンジの第4問、これで答えればすごく近づきます。はい、茨城県の県庁所在地をお答えください。有名なとこ、もうそれだけ言ってもたら。県名と県庁所在地名が違います。もう有名です。え、さあそれでは行きましょう、お答えください。茨城県の県庁所在地です。行きましょう、どうぞ。で、高崎とかじゃないじゃない群馬やね、そうなんですよ、群馬やもんね。そうです。茨城は何が有名ですか。え、茨城県は、茨城、はい、食べ物、こうネバ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 、あー、ミト、正解。残念でございました。